の私的欲求を言っていいですか。最初から笑わせた、最初から笑わせた。我々がアンドモアです。よろしく。主催者そいつ、暴れ出したルールに溺れよ。
傷に触れた時見えた痛みと淡いままの思い出を重ねて時間をかけて日を届け走る気の音を
辛いかなと思いまして、でも大人なんで挨拶させてください。我々がアンドマールセラス、安心してください、ここぐらいまでですから。今日は千葉アンガでの指摘欲求ボリューム9 Day 2に、お越しくださいましてありがとう。トップバッターアンドマーです。主催者の持田っていうのがここで あらゆる飲食店を潰しそうななりしてる彼が持田というんですけれども、彼が、正確には初回は何年前なんですか。9年前だそうです。9年前の僕は27歳でした。もう35歳になってしまいました。どうもありがとう。そこのバスのどんどんの意味が全くわからないけれども、なるべくメンバーの気持ちは汲んでやりたいと思ってるので。で、持田っていうのが彼の指摘欲求なんて大それたことを歌ってますけれども、このサポートベースの吉見くんなんですが、デイワンでカタルカルタで出てて、今日今アンドモアで出てるじゃないですか。この後グラジュエイジっていうバンドでも出るんです。彼の指摘欲求は全部彼に詰まってると思いませんか。大きな拍手。ということで、彼天童っていうんで、ボリューム10は天童の日で、全部吉見が出演すると思うので、僕が勝手にイベントの方向性を決めてしまいましたが、大変、申し訳ないことが今から思っております。でも35歳です。全部の責任は負えません。逃げるときはしっかり逃げます。それではこの時間は責任持ってやりますので、最後までお付き合いください。あんな顔してますけど、ポチャッコの T シャツ着てますからね。からね、そこ動揺しなくていいから、オーバードライブという曲を。Yeah.
これでライブをやってもらおうと思ってます。弾き語りなんですけど多分大変なことになると思うんで、彼女のすごくいい生活感というか人に寄り添う感じの歌がどうなるかちょっとわからないんですけれども、その説は本当に、その後に忘却曲線で出てくるんですけれども、多分本人たちが告知すると思うんですけど、僕たちは見た目は年食ってますけど新人バンドなんでちゃんと予習してきたんです。9月1日にくっついちゃうっていうのが配信で、リリースされたみたいなんで、皆さん空き時間にチェックしてやってください。久しぶりに会ったんだけど大事な友達なんですよ。これで彼らの MC のネタがちょっとなくなったんだとしたらそれは本当にすみません。でこのその後に出てくるのが、グラジュエイジって言って、その君の私的欲求を叶えたバンドなんだよね。ですみません、もう一回持田の欲求の塊なのでもう一回出てきますけど、よかったら皆さん僕が酔っ払った時に会ったことがあったりするらしいんですけれども、今日初めましてし直そうと思います。最後の陣内さんなんですけれども、僕おそらく初めて会ったので、これで変なこと言うと後ろでぶっ飛ばされたりしちゃったら本当に困っちゃうので、ただモチがもしかしたら SNS とかそういうので言ってるかもしれないんですけれども、彼は各バンド、例えばアンドマーを知ってて見に来たっていう人がいたら、その後ろ4つ時間が許す限り見てほしいって思ってるんですよ。基本的にブッキング組む人はみんなそう思ってるんですけど、見せたい人がいるってライブハウスの人でもないのに、それは本当にすごいことだと思うから、みんな予定はあると思うし、見たところやっぱりずっとライブやってると客層の年齢が上がる、本当ね、みんな家庭とかあると思うから、時間は許す限りでいいので、よかったら本当見てってやってくださいっていう感じなんですよ。最後まで見てってやってください。僕たちはあと2曲なんですけど、次やる曲が某 FM 局で某アイドルの不倫の歌だから流せないって言われて流してもらえなかった曲 と、ずっと狙ってるんですけど、三ツ矢サイダーの CM になりたいなって書いた曲があるんです。配信してるんですよね。電通さんすいません、お願いします。電通お願いします。これ大丈夫だよね、これで赤バンして他のバンド全員配信できないとかないよね。大丈夫ですか。ギリギリっぽいです。我々はこんな感じでこれからもライブをやってきますし、皆さんそうでしょう。今日時間が許す限り見てって、次またなんか、ね、好きなバンドできてライブ見に行ったらそういうことを繰り返して、あなたたちの脳内の好きなものをどんどん増やしてってくださいね。どうもありがとう、アンドモアでした。モッチありがとう、ここ最近で一番楽しいよ。やろうか。
Hey!
私と手をつないでいてください。私の目の中に
吸っタバコと少し甘いガムを5月8日13時7分君を迎えに行く途中で買ったと細長いレシートが残ってた。どんな話をしたっけな。帰りに喧嘩もしたします。今日は呼んでくれてどうもありがとう。そしてお越しいただきましてどうもありがとうございます。配信でご覧になっている方もどこに向かって手振ったらあれかな配信でご覧の方もどうもありがとうございます。コメントがね表示されてるみたいなんですが、ステージから私はちょっと読めないんだけど、なんか大丈夫かな後でねちゃんとコメントも見に行きたいと思いますので、いろいろ話しかけてくれたらとても嬉しいです。本当に半年ぶりのライブで、どうなることやらと思っていたんですが、無事に歌いに来れて、なんなら私半年前より歌うまくなってんじゃないかってちょっと思ってるすごく楽しいです。皆さんにも楽しんで言っていただきたいと思います。皆さんはどういう風に過ごしていましたか。元気でしたか。元気そうだねみんながなんかこうニコニコここにいてくれてる姿がちゃんと見れてすごく嬉しいです。私はもともと引きこもりな方の人なので生活はそんなに変わってなくて、前よりももっともっとただ家にいるだけ、あんまり人に会わなくなっただけみたいな生活なんですけれど、でもそのせいかね、なんかこう人がいっぱいいることにすごい慣れてなくて、すごいドギマギするなと思ってて、最近あんまりねそういうの良くないなって思い始めたんです。だって最近オンライン飲みとかめんどくさくなってきちゃったの。会いたくない人にってオンラインですら思うようになってきちゃったの。本当に良くないと思って、
私自分のことダメだなとかよく思うんですけど、でもそれでもね、あの自信満々にいられる私がいるというのは、私の周りの人が私がそういう風に生きやすい場所を作ってくれてるからに他ならないんですよ。だからどんなに引きこもりが長くなってね、たまに外に出るのもすごい気持ち悪くなってやだ、人に会いたくないと思う気持ちもあるけど、ちゃんとありがとうとか愛とかは伝えたいなと思うんですよ。今日久しぶりにこのステージに立ってみて、私がそういう気持ちでもってきちんと思いを届けられる場所は一番ステージの上だなと改めて思いました。本当にここに今日来られて嬉しいです。本当にありがとう。今まで君が働いて
そのままのあなたでいて、無理なことはしなくてもいい。あなたなら大丈夫。いつもとってもお知らせを少しさせてください。ライブの予定はしばらく待たないんですけれども、今日せっかく
本当に半年ぶりにねこの場所に来れたので皆さんに何かお渡しできるものを用意できないかなと思って、あのうちのスタッフと一生懸命頑張って完全に手作りで新しい CD を作ってまいりました。イエイ。レコーディングはステイホーム期間中にですね、全部自分の家で自分でこう録音スタート録音停止って押しながらお家で撮った CD です。4曲入っております。完全に手作りで、ジャケットとか盤面とかも全部手作りになっておりますので、数が、限定になっておりまして、今日10枚だけ持ってきております。なので意外とって言っちゃいけないね、すごいいっぱいいるからちょっと皆さんには行き当たらないかもしれないんですけれども、1000円で販売しておりますので早物勝ちです。この後物販の方にお越しいただいた方から先着10名様お買い上げいただけますので、お早めにお越しください。他にも何種類か CD とグッズと持ってきております。よろしければ、ソーシャルディスタンスを保ってマナーのいいお付き合いができたらいいなと思っておりますのでどうぞよろしくお願いいたします。いやもっともっとずっと歌ってたいんですけど、あと2時間くらい歌ってられるなっていう気持ちにだいぶなってるんですが、今日の楽しい時間はまだまだ続きますので、私は次の曲で終わりですが、最後までどうぞ楽しんでいってください。私の最後の歌は私から願いを込めて、あなたの未来が輝ける日々であるように、そして最後までずっと笑っていられますように。ありがとう、葉月ゆかでした。今どんな気持ちで
しましょう。次は忘却曲線です。
張んないと。一度と言わず二度三度。今夜はあなたをランデブー。忘却曲線です。どうぞよろしく。We'll be right back.
8年ぶりに復活を果たして、そこから今日が初めてのライブということになってしまいまして、こういう機会があって嬉しいです。いろいろ皆さん気を使ったり不安なこともあると思いますけども、お互い気をつけて今日は目いっぱい楽しんで帰りましょう。今やった製鉄という曲なんですけど、iTunes とかね、Google Music とかそういうので配信されてますんで、後ろにもポスター貼っときましたんで、よかったら QR ポチッと読み込んでいっぱい聴いてほしいなと思います。そして、今日はね、久しぶりのライブだったり、指摘欲求というイベント、私は形を変えてね、いろいろ出演させてもらってますけど、私にとってもすごく大切なイベントとなっておりますので、せっかくなので、忘却曲線新しい曲を待ってまいりました。じゃあ聞いていただきましょう。セフレ、
あなたのものじゃないの。もうダメになりそう。
こべ眩しい読めないんで気をつけて喋らないと、お母さんとか見てたら困りますから本日忘却曲線後ろの物販コーナーの方にオリジナルグッズをご用意しております、そちらでですね、ボキャクラポケットティッシュ2個セット200円、キャバクラ風のティッシュとなっております、そしてロゴのステッカー、クリアステッカー、そして燃え上がるワンナイトステッカー、そして究極の密着タトゥーシール、そしてなんだっけ、大人の幕の内弁当、こちらはグッズ詰め合わせとなっております、そして紳士のエチケット、こちら今日盛り上がってね、その後に濃厚接触する方のためにご用意しております。そして、先日9月1日にですね、忘却曲線はニューシングルくっついちゃう配信リリースいたしました。くっついちゃうということで、それを記念してですね、忘却曲線のくっついちゃうマグネット制作いたしました。強力マグネットです。そちらの方オリジナルグッズご用意しておりますので、終わったら後ろ終わったら見てってください。ちょっと水のということなので、この後、その配信リリースされたくっついちゃうという曲をお送りしようと思うんですが、ちょっと大人のパーティーチューンとなっております。最近の若い子はハートこうじゃないらしくてですね、こうだったりとかこうするらしいんです。これね、羽らしいんですけど、なんで忘却曲線としてはこちらをちょっと採用させていただきました。皆さんくっついちゃうって言ったらもうこれずっとやっててください。今ね、ちょっとこうコロナ禍で大声、まあマスクしてれば大丈夫かな、本当は一緒に歌ってほしいんですけど、よろしくね。じゃあお送りしましょうか。ニューシングルです。くっついちゃう。
2
時田和弘、ギター同じく G、ベース吉見、ドラム島ひろみ、グラジュエイジでした。ありがとうございました。最後に笑うのは一体誰だい。お前だったら俺はある意味幸せだ。最後に泣くのは一体誰だい。俺の歌聞かないでタバコ吸ってるやつだ。今日は指摘欲求らしいぜ。お前は何を求めてきたんだい。最後に笑うの一体誰だい。最後に泣くのは一体誰だい。陣内和夫と言います。よろしくお願いします。盛り上がってるところ悪いんですが、俺の歌は盛り上がるところがないので盛り上がってくれてすごいハッピーだけど、なんもいいか、音楽だからね。僕はそんな世界が大好きです。だから今日はとても感謝。そんなことを言いながら僕はずっと適当な歌を考えてる。君に捧げるために適当な歌を考えてる。ちょっと思ったんだ、ちょっとだけだよ。なんでアコースティックが最後なんだい。普通ならばバンドが最後だろう。それで盛り上がっておしまい。だけど俺が最後に歌う理由を考える。何を伝えればいいのか、誰を喜ばせればいいのか、そんなことばかり楽しんでるのが俺にとっての指摘欲求。やりたいこと、やりたいのなら茨の道を進め進め。やりたいこと、やりたいのなら茨の道、指摘欲求。好きなものは好き、嫌いなものは嫌いとはっきり言える人間になりたい。だけどここにいる9割のやつがほとんど言えない。その9割に俺も入ってるのが事実。みんながやりたいようにやったらおしまいだ。今静かな時代になって君たちは何かを考えろ。だから俺も考えるよ、自分のために今何が必要なのかを。指摘欲求、歌えるか。やりたいこと、やりたいのなら茨の道を進め進め。やりたいこと、やりたいのなら茨の道、指摘欲求。笑っちまった。この歌詞誰かに似てるなって思ったら中村恵美の歌詞とほとんど同じだった。あいつは俺にとっての指摘欲求。アイストフェスで歌った時が楽しかったな。やりたいこと、やりたいのなら茨の道、進め進め。
やりたいことをやりたいのなら茨の道指摘欲求。私が陣内和夫です。よろしくお願いします。頭ぐるぐるかき回しながら僕の中の人体実験、何ができるかはお楽しみ、未来はきっとこうあるべきだ、直感と本能、中立と忠実、モラルとコンプラの綱渡り、落ちたら最後固まるだけ、落ちたら最後固まるだけさ、沸点と融点、中学の時の先生が言った、水はどんな風にでも変わる、君たちの未来も自由自在だ、あの時の言葉が頭をよぎる、今の自分に確かめてみる、今の自分を当てはめてみる、ジグソーパズルのピースのようだ、型にはまることを望んでる、どこに行こうか迷ってないで、まずは自分の選んだ道、反射もしない日陰の中、ただただ歩いてる、光の差すそんな方向、知らねえお前の人生だろう、俺はどこにも逃げはしない、俺はどこにも行きはしない、苦しむこと忘れた時、光は消えていたんだ、最終間近プラットフォーム、何も変わらない自分、沸点と融点と間の中、僕らはずっとさまよっている、沸点と融点と間の中、固まることに少し怯えて、沸点と融点と間の中、僕らはずっとさまよってる、沸点と融点と間の中、気がする気もする気がしないのさ、早口遅口言葉だろうが、伝えることはみんな一緒だ、あいつもきっと旅してんだ、うずくまる環境この中で、365日の中にフラスコに溜まったフラストレーション、混ぜるな危険、自爆寸前、そもそも君が誤爆寸前、と言うけれど何を変えればいいのかわからない、変われ変われと言うけれど、そもそも言ってる本人が変わってない、変われ変われ、回れ回れメリーゴーラン、ピッチャーの交代じゃないんだ、代打でも選手の交代でもないんだ、俺は俺自身変わることない、俺は俺自身動くことない、だけどそんな時に君はいつも邪魔嫉妬するんだな、だから僕は勝手に進むよ、そんな旅に出るのが好きだから、この静けさの中で、沸点と融点と間の中、苦しむこと忘れた時、光は消えていたんだ、最終間近プラットフォーム、何も変わらない自分、沸点と融点と間の中、僕らはずっとさまよってる、沸点と融点と間の中、固まることに少し怯えて、沸点と融点と間の中、僕らはずっとさまよってる、沸点と融点と間の中、気化する気もする気がしないのさ、科学の実験じゃないんだ、科学の実験じゃない、俺は生身の人間、科学の実験じゃない、何がしたいんだ、科学の実験じゃない、変化進化したいんだ、沸点と融点と間の中、賛成も参加もできない日々、アルカリアルな現実を歩く、まっすぐな道を歩く勇気、幸せイコール喜びイコール全て無限だ、沸点と融点と間の中、ありがとう。ずっとライブを見てて感じたことが一つあります。みんな声は出しちゃいけないって言ってるけど声は出してる、それで OK だと思う。そして手拍子もなかなかの上手な達人、この曲にあったらいいなと思ったんだ。そんなこと言ったらすぐに手拍子をしてくれる千葉アンガって、なんだかそんな
最高なところ、だから僕もまたたまに来て歌いたいと思います。あいつまだ音楽やってるらしいぜ。私もう生きることやめたんです。妙に体が疲れてしまったんです。安定と収入、生活と感情の中でもう嫌気がさしてしまったんです。途方に暮れるあてもなくなった。おめえアメンだよ。必死に必死に必死に生きてやむ人間、堕落して堕落して堕落してやむ人間、傍から見たらただの同じ人種なんです。だけど僕は途方に夢で夢見る言葉探す、ありきたりの言葉を探す前にありきたりの人生を過ごそうぜ。そうだろ。見えないもの探してたらなんかへこんじゃった。だけどまだ負けはしない。あいつまだ音楽歌ってるってさ、あいつバカ声からして叫んでるってさ、あいつまだ音楽歌ってるってさ、あいつバカ俺もバカ。私もう歌うことやめたんです。アンドモアはやめないよな。妙に心が疲れてしまったんです。才能と凡人、集客とノルマの中でもう嫌気がさしてしまったんです。歌ってくれた客もいなくなった。山ほど山ほど山ほど知らない場所を見てきたよ。またふと言っていいほど自分が定まっておらず、それを世間ではぬるいと言うらしいぜ。雨に濡れて我に溺れ、風にもなれなくて埋もれるだけ埋もれて立ち組んでる自分でいいのかい。もう一度だけ、もう一度だけ立ち上がろうぜ。だって俺あそこにもまだ立ってないんだぜ。モニターで俺見るとかっこいいな。なんで太ってるのに横から撮ってるからかっこいいな。あいつバカ音楽歌ってるってさ、あいつバカ俺もバカ。あと4分あるよ。だいたいさ弱くなるんだよここら辺で。痛くなったらすぐやめる。セデスじゃないんだからさ、頼むよ。フリースタイル即興なんでも来いやって言いながら、実は即興なんてできやしない。だってそれは組み立てられた人生じゃないから。もし崩れたらそれで終わり、もし離れたらそれでおしまい。そいつが本当はちょっぴり怖いんだろう。本当はそいつが初めの一歩なのにな。社会の窓を開けてみたら、揚げ足取りのコメンテーター、真実はそこになってさ、ただ金が浮遊する。俺の社会の窓を開けたとして放尿したらどうなるか。そいつが本当の真実なのにな。本当はそいつが初めの一歩なんだ。雨に濡れて我に溺れ、風にもなれなくて埋もれるだけ埋もれて立ち組んでる自分でいいのかい。いいのかい。もう一度だけ、もう一度だけ立ち上がろうぜ。だって俺あそこにもまだ立ってないんだぜ。夢のかけらはとっくに砕け散ったさ。
拾い集めてポケットにしまい込んださ。あいつバカ音楽歌ってるってさ。あいつバカ、俺もバカ。生きるってことはいつか真っ白な灰になるんだぜ。生きるってことはそれを受け止めて生きることなんだぜ。生きるってことは突然自分が消えちゃったりするんだぜ。生きるってことは見えない自分を自分が引き出すんだぜ。バカ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 歌えるかい？バカ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 やりたいことやってりゃそりゃバカになる。バカ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 へバカ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 声を出しちゃいけないそれがルールなのに結局破ってる。バカ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 それでいいんだ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 。俺は厄介じゃない俺は厄介じゃない俺は厄介じゃない。黄色い鎖も外れてるぜ。俺も厄介じゃない。君はそれが面白いな。さっきまで敬語だった。だけどそんな感じで酒を飲むと人は変わる。俺も音楽をやると妙に強気になる。それがいいから結局みんな音楽をやったり好きなものをやってる。結局最初に戻ってしまうが指摘欲求だ。言葉を重ねて吐き出して小さなメッセージ歌ってる。だけども今夜はいらないか、いやこの時だけはいらないか。弾いて引っかいて弾かいて引っかかって立ち止まるよりも弾かいて引っかかって弾いて引っかいて歌い続けたい。震える指先戸惑う喉元記憶はいつも曖昧。だけどそれはそれで心地よく思えた。言葉のドミノがどんどん倒れてく。音符のドミノがそれを追いかける。言葉のドミノがどんどん倒れてく。音符のドミノは追いつくか。言葉のドミノがどんどん倒れてく。言葉のドミノがどんどん倒れてく。
ミーの。それはそれで全ての音が聞こえてきて、また僕は両手を耳に当てる。僕は知っていて、彼の自慢の部屋のカーテンは開かない。久しぶりに彼から電話が鳴った夜、足を取られ地上へ落ちた。泣いて笑って時につまずき、それが君の生きる証なら、君はどこへ行こうとしてるの。君の影消えてく猿の歌、愛の歌、白いバナナが色が腐ってく。腐るもんな、腐るもんな、浮き出す気持ち抑えるな。アスファルトジャングルにアスファルトフィッシュたちが泳いでる。何にも見えなくて君の骨だけ見えた。泣いて笑って時につまずき、それが君の生きる証なら、君はどこへ行こうとしてるの。の影消えてく。泣いて笑って時につまずき、それが君の生きる証なら、君はどこへ行こうとしてる。君の影消えてく。猿の歌、愛の歌、白いバナナが色が腐ってく。腐るもんな、腐るもんな、浮き出す気持ち抑えるな。腐るのか、腐るのか、腐るのか、腐るのか。おーい、腐るの歌、腐るの歌、猿の歌、猿の歌、猿なのかカスなのか、猿の歌、猿の歌、猿なのかカスなのか、猿なのかカスなのか、猿なのかカスなのか、変わるのさ。
とう。次で最後の曲です。違う曲やる。今日はね、本当は歌いたくなかった。だけどお前が俺に話しかけてくれたんだ。夜もどんな日々も僕らは戦い続けてる。だけど泣いちゃう夜があるから不思議だね。君の顔が好き、君の声が好き、君が笑ってる笑顔が大好きで、だから笑えるんだ、だから叫べるんだ。そんな毎日を過ごしたい。簡単だから歌えるかな。今日も良き日だね、今日も良き日だね、今日も良き日だね。みんなで、みんなで。風は吹いてるよ、君の背中押すために。そんな毎日を過ごしたい。もう一回歌おう。今日も良き日だね、みんなで。風は吹いてるよ、君の背中押すために。そんな毎日を過ごしたい。ありがとうね今日。風は吹いてるよ、君の背中押すために。僕もついてるよ、君の背中を押すために。今日も良き日だねって言えるように。そんな毎日を過ごしたい、そんな毎日を過ごしたい。今日はどうもありがとうございました。
がとうございます。持田さん、今日はどうもありがとうございました。大きな拍手を。そして1番目のアンドモアさん、大きな拍手を。2番目の葉月ゆかさん、大きな拍手を。3番目の忘却曲線、くっついちゃうくっついちゃうの、大きな拍手を。あの歌すごい好き。そしてあれ何度読んでも読めなかったので、グラジエイジ当てたのかな、大きな拍手を。そして陣内和夫でした。じゃあもうサクッと適当にやりましょう。これは作られたアンコールだから、俺は分かってるので1分で済ませます。だからみんなの手拍子が必要です。そして君たちの声が必要です。ラー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 、明日は火曜日、苛立つ気持ち捨てたい。明後日は水曜日、苛立つ気持ちを捨てたい。矢の明後日は金曜日か木曜日か分かんない、矢の明後日っていう言葉が回ってるのかはよく分かってない。いえ、やーらーらーらへー。君たちに一つ聞きたいことがあるけどいいかいって言ったら、イエイって答えるのがライブハウス。それを押し付けるのもミュージシャン。君たちに一つ聞きたいことがあるけどいいかい。君たちに一つ聞きたいことがあるけどいいかい。音楽は好きか。音楽は好きか。ラララララ、最後ラララララ、へい。ありがとう、陣内和夫でした。